東京ベイギャング船長です。カナです。こんにちは。こんにちは。今日もまた二人旅ってことで。二人旅です。はい。今日どこですかここは。ここは若洲海浜公園です。ああ今日はいつもの朝とかじゃなくて。ね。今日は夕間詰めですね狙いは。はい。はい、夕間詰めからの、まあ、夜釣りを今日ちょっと初めてやってみようかなと思っております。はい。釣れるかな。ねえ釣れるといいんですけど。まあまあまあ。で今日はね釣り方的には、ぶっこみ釣りとあとはまあ電気浮きを使った、まあ、中層狙いの魚を、狙っていきたいと思います。釣れるといい。釣れるといいな、うん、はい。じゃあ頑張っていきましょうかね。いよいよ、はい、じゃあそんな感じでいつもやって、釣りスタートしたいと思います。イエイエイ、いくよ、せーの、東京ベイギャングス岩釣り。はい、ね、僕はね、浮き釣り仕掛けで今日はやってみたいと思います。もうあのいわゆるあの一本針なんですけど、その真ん中に誘導式の、浮きをくっつけて、これですね。で普通に丸正五の14号に青磯目を贅沢に1本4掛けのような感じでつけてます。でこれでちょい投げで、あとはもう潮任せな感じでちょっといきたいと思います。いくよ、それ、あとはねこれでちょっともう待つだけなんで、で大体ね、真下というよりかあとね底っていうよりかは大体中層狙いな感じで、まあ、浮いてる魚をまあ釣るようなイメージですかね。で夜になったらこれあの電気作って、電気浮きとして使いたいと思います。頑張る。はい、どうも、今日の仕掛けです。それはどんな感じですか仕掛けは。今日は、サバの切り身に胴付き15号で釣っていきたいと思います、うん、そう今日は砂利目つけなくていいからいいなと思ってでもね、砂利目も持ってきてますマジか頑張ってつけます。 OK、 早速じゃあ投入してください。はい、このまま、このまま、もういわゆる岸壁のもうすぐ底狙いですね。はい、こんな感じですかね。もう注意、こんな感じで釣っていきたいと思います。イエイイエイ。はい、ね、これがいわゆるぶっこみ仕掛けというやつですね。でもうね、日が暮れてきそうなのでケミホタルという光るやつね、これをくっつけて、で中通しおもり、これ12号になってます。でハリスは割とちょっと短めにして、青い磯をかけてます。まあ、これで、まあ、根魚釣れたらいいかなって感じでちょっと投げてみたいと思います。イエイ。右行っちゃうんだけど、今日はまっすぐ飛べた。だから多分釣れるよ。頑張るよ。はい、じゃあ電気浮きのスイッチ入れますよ。電気浮きのスイッチ入れますよ。あ、こうやるんだ。カモン。電気つけると何かいいことあるんですか。いや、暗いと見えないじゃん。あ、そういうこと。何かいいことあるんですか。そうそう、暗いと見えないでしょ今は明るいけど慣れてきたよねって言われた矢先にこれはい、どうぞ。はい、さっき跳ねたの戻っておいで。はい、どうぞ。こちゃん、かなちゃん、はい、今日は特別インタビューってことでインタビューは船長です。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。東京ベイギャングズ参加してそろそろ1年経ちますけど、はい、釣りガールで結構あれですよね、なんかあのインスタもやってるみたいだし、ね、はい、
人集まってますよね案外ね。なんか意外とその釣りガールの需要ってあるんだなと思っていやまあ父には釣りガールっていう年じゃねえだろうみたいなツッコミも入れられるつつなんですけど美味しくねお魚が食べられるようになってきました。やっぱりなんか捌くのほら料理とかもいろいろやってもらってるからさ。そうなんです。もうあの本当捌くのも超初心者で、あのしょうもない包丁しかない中でやってるんですけど結構あのやっぱり食べる楽しみがあるとね頑張れますね。そう船長の包丁切れないしそうもうあの柳葉がちゃんと欲しいなっていう感じです。そんな感じで今日釣ったやつをまたね捌いてもらえれば、ね、はい私は嬉しいです。今日は何が釣れるんでしょうか。お夕飯は釣れるんでしょうか。頑張りましょう。頑張ります。これからです。いい感じのこう日が暮れた感じになってきましたんでね。はい、はい、黄昏感で頑張ります。はい、イエーイイエーイ。全然こんなにでっかいのは仕様がわかりません。でもなんかそんな感ない。あれあ、餌がついてる。そういうことで、はい、本日の聴講終わりましたけど終わりましたが、どうでしたかね。まさかのこんなに苦行になるとは思いもありませんでした。釣れなかったんです。すいません。今日結構頑張ってやったんですけど、はい、粘りました。粘りました。だけどちょっと難しかったね今日ね。そうですね。今日は前はあんなにね釣れたのね。ほんとキスの時も爆笑したのに。そうそうそう。でもこれもねちょっと勉強しろというね、はい、ことなんですよ。はい、またじゃあ出直して、はい、うん、また頑張ります。うん、頑張りますね。皆さんそれをちょっと期待していただければなと。はい、今日ごめんなさい。すいませんでした。今日は本当にすいませんでした。はい、そんな感じで、ご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ次回頑張りますんで本当に、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、行くよ。せーの、東京ベイギャン。釣れなかった。ポーズ。